人生いろいろあるけどよ、自分も周りもニコニコしてや、まあ9割方問題ねえよ。あ、俺の場合は姉ちゃん見てニヤニヤじゃねえかって。うるせえ。いやー、年取ると時間の流れが早いんだわ。あれだぞ、団長たちと会ったのなんか3日くらい前って感覚だ。いや、さすがにそれは嘘だけどよ。ガンダゴーザみてえによ、求道者っつうのか、そういうの俺は向いてねえんだよ。ま、それはそれでありなのさ。思うより世の中いろんな奴がいるんだ、そういうもんさ。この樽で最後だ。倉庫は空っぽよ。ありがとうございます、ソリーズさん。観測所の人に確認をお願いしてきますね。ああ、頼んだぜ。はーい、行きましょう。へえ、しかしノースバストに来ると嫌なことを思い出しちまうぜ。この刺すような寒さがどうにもな。気分を悪い方へ悪い方へ転がすっつうか。ずいぶんふぬけたこと言いやがる。その筋肉は飾りか、ジジイ。へっ、言ったら若さ自慢はいいが、寒さを甘く見て風邪ひいても知らねえぞった。冷た。てめえ何しやがる。おいおい、足技なら誰にも負けねえっていつも息巻いてんじゃねえか。ご自慢の足さばきで雪玉くらい避けろよ。このクソジジイ。お、雪合戦か。はあ、ちげ。雪玉を投げるのも避けるのもいい特訓になりそうだな。俺も混ぜてくれ。へえ。バハ。よし、次は俺が避ける番。上から。一体誰が。大当たり。 B、 いつの間に。飛べるオイラは雪合戦では無敵だぜ。へえ、言うじゃねえか。オラ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 。よっ、ほう。オラオラどうした。ちまちました玉じゃダメだな。よし。できたぞ、超巨大雪玉だ。 B、 避けられるものなら避けてみろ。うぅ、そのデカさは当たったらシャレにならねえって。口は災いの元だったな、 B。 来た。戻ってきたのかよ、団長。ルリア、
皆さんが雪合戦してるのが見えたからこっそり近づいてみました。雪ってのは音をするとはいえ、こんだけ静かに近づいてくるとこりゃルリアに一本取られたな。おい、荷運びは終わったんだ。そろそろ宿に入るぞ。お、はーい。おいおい、全員雪まみれじゃねえか。宿に着いたら即風呂だな、こりゃ。ああ、そういや、温泉付きの宿だったな。よっしゃ、フェザー、雪玉は置いていきな。ランドルもビーも、決着は温泉でつけるとしようぜ。はあ、そりゃどういう意味。いいからいいから、ほら来い。おいらもう無理。無理に長く浸かるもんじゃねえ。フェザーもランドルも上がっとけ。倒れちまったら元も子もねえぞ。この勝負、俺の一人勝ちだな。たく、ガキみたいなこと言いやがって。若え連中が倒れたらどうすんだ。団長、ランドルに肩貸してやってくれ。俺はフェザーを運ぶからよ。ふう、次は負けねえぞ。おう、またいつでも受けて立つぜ。ガキみてえなことか。自分のガキはついぞ持ったことはねえが、孫同然の連中がいてくれるってのはなかなかいい人生を送ってんじゃねえか。俺もよ。しかしいい湯だな。真正面からじゃ受け止められちまうか。なら、どうしたジジイ。あの程度で膝をつくあんたじゃないだろう。下手な演技で騙そうったって。ジジイ、びっくりした。バカ野郎、びっくりしたのはこっちだ。何だったんだ急に。いやー、それが下っ腹が突然痛くなってよ、言葉も出ないくらいだったぜ。痛いのはもう大丈夫なんですか？尻尾を張ったりとか。それがよ、さっきまでの痛みが嘘みてえになくなってるのよ。何だったんだろうな。でもそんなに痛かったならきっと何か原因があるんですよ。ジジイ、拾い食いでもしたんじゃねえだろうな。バカ、しねえよ。俺を何だと思ってんだ。おう、ゲロっちまうなら早い方がいいぞ。おいけんまでやめろ、その疑いの眼差し。次の島に着いたら一度病院で見てもらった方がいいんじゃないでしょうか。症状がねえからなんとも。まあ、次また痛んだら相談してみることにすら。
今の声。ソリズ殿、大丈夫か？どっからでもかかって、うわっ！しまっ！やらせるかよ！ジジイ、無事か？面目ねえ。すまねえ団長、依頼の足を引っ張っちまうて。気にしないでください、ソリーズさんが無事でよかったです。だが万が一ってこともある。治るまではおとなしくしてるおったな。情けねえ。体調が悪い時は誰にでもありますよ。まずはお医者さんに見てもらってゆっくり休みましょうね。ええ、そうだな。ありがとうよ、ルリア。それに団長も。この島の医者は名医って話らしいが、それでも痛みの原因がわからねえとはな。なんか痛むところを切り開いて中を見ればわかるかもしれねえって。でもソリッズみてえな年齢だと切り開く方が負担になるんで、やめといた方がいいってよ。ああ見えてあいつも年だからな。普段ならまだしも今の状態じゃな。ルリア、団長、どうだった？ソリッズのやつはよ。それが、お腹が痛くて、食欲がないって。今日は、朝も食べてないのに。ソリッズさん、どんどん痩せちゃってます。そうか。邪魔するぜ。おい、元か。悪いな、世話かけちまってよ。お前さんにそう仕立てに出られると薄気味悪いな。おい、だよな。薄気味悪いついでにもう一つ世話をかけてもいいか。ああ、団長とルリアのことをよろしく頼むぜ。言う立場じゃねえんだがよ、さすがに年なのか、病気に勝てねえようなありさまになって、心残りがなんだっつったら、やっぱり団長とルリアが心配でならなくてよ。まだまだ子供だってのに、空の果てだの青少獣だの、さんざっぱら重荷を背負い込まされちまって、俺みてえなジジイでもなんかの足しになりゃと思ってたけど、この先。たく、情けねえこと言ってんじゃねえぞ。こっちまで湿っぽくなら、今は体を治すことだけ考えろ。でなきゃ姉ちゃんだろなんだろ、夢のまた夢だぞ。天国にだって姉ちゃんはいらな。だが天国には団長もルリアもランドルたちもいねえ。バカ言ってんじゃねえ。腐ったこと言ってっと体も引きずられちまうぞ。冷てえな。おうよ、こっちはこっちで手一杯なんだ。お前さんの分までなんて背負ってられるかよ。ジジイ、昼飯持ってきてやったぞ。今回こそは食えよ。
ん？ああ、ありがとね。うわあ！ジジ！す、まあね。背中さすってもらうと楽になるわ。あんたのこんな姿見たくなかったぜ。この後に及んで憎まれ口叩いてくれるだ、嬉しいじゃねえか。笑ってんじゃねえ、怒れよ。怒って俺をぶん殴ってみせろよ。あんたは眼剣のソリッツだろ。クソ。ソリズ殿、歩きづらくはないだろうか。おう、大丈夫だ。肩借りちまってすまねえな。何の、これくらい。しかし、お医者様の診療時間が思ったより短かったようだが。ああ、そりゃ。今度のお医者さんも、ソリズさんの病気のことわからないって。やぶ医者なんじゃねえか、あいつ。次はこの間の宿屋の姉ちゃんが話してた。なあ団長、もういいんだぜ。え？すまねえな、依頼も手伝えねえどころか飯の世話だの毎日世話をかけちまって。その上行く先で医者探すんじゃなく、わざわざ医者のいる島を探して気空艇で運んでくれてんだろ。それはあの、でもソリーズさんに早く良くなってほしくて。ありがとな、ルリアも。でもよ、俺お前さんたちの足手まといにはなりたくねえのよ。このまま体力が落ち続けちまえば気空艇での旅にも耐えられなくなる。そうなる前に俺は船を降りるべきだ。なに、どっかに腰を落ち着けて治療はちゃんと。そうだ、許すもんかよ。気空団の団長の許可も取らずに勝手に船を降りるだなんてよ。だが団長、団長、お前泣いてんのか。戦えなくても病気になってもソリッツ殿は大切な仲間。そうだな、団長殿の言う通りだ。ずっと一緒です。一緒にお医者さんを探して、一緒に病気を治して、一緒にイスタルシアに行くんです。だから船を降りるなんて言わないで。ルリア、誰かを笑顔にできりゃそれでいいとか言っておいてよ。肝心のお前さんたちを泣かせてちゃ世話ねえな。そんな顔させたままじゃおちおち死んでもいられねえ。ソリーズさん、悪いがこの往生際の悪いジジイにもうちっとバカし付き合ってくれや。なんちゃ、
になっても強くなれる。こんな言い方はねえな。